こんにちは。みおさん夏の福袋12時59分までだよ。お忘れないですか？こんにちは皆さん。めっちゃゆったり準備してしまいました。ポップアップを見ながら、ポップアップに、ポップアップ、今日さ、ふんちゃんの大好きな三浦翔平さんの日なので、それを見ながらゆったり準備してました。今日もかっこよかった、面白くて。これから学食でご飯食べるとこ、あ、何食べると、何食べると、やっほー、正座して待ってたから足がしびれました。うっそ、ごめん。ね、そう、武田さんすごいね、筋肉。宮崎県オンラインや、あ、そう、昨日さ、あの写真撮るのにね、剥がしたよね。そう、ここにいますよ。でもテープちょっと違うところに、剥がしたテープ違うところに貼ってるので、また貼りますね。そう、そう、ポップアップはあの日によって、 日替わりであの出演する何方が違うので楽しいよね。明日は前田敦子さん、水曜日。ルルルン、タヌキじゃないよ、これはワンちゃんです。名前に空のハートって入れると長いかなと思って悩んでる。え、全然嬉しい、入れてくれた方が嬉しい、全然長くないよ。これはワンちゃんです。確かにタヌキに見える。私今日から旅に出ます。どこに行くと旅に出るって、どこ行くと。ツイッターで見た。ああ、これね、ありがとう。色塗りが雑なのがバレますよね。ありがとう。多分カオくんが一番綺麗なんですよ。そう、一番最後に描いたので。こんにちは。視聴者プレゼント、ぜひ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 、視聴者プレゼントしたいわ。愛媛から北海道？愛媛なうってこと？え、いいな、いいな、うちも行きたい。北海道、北海道行きたい、連れてって。あ、愛媛でとんかつパフェ食べて北海道行くみたいな。あ、愛知なう、愛知なう、え、待って、今から愛媛行くってことじゃ。待って、愛知ってさ、真ん中らへんよね。まあまあ大変、すごいいいね、旅。いろんな県行くと、それとも愛媛と愛知に行くと。お昼ご飯に何、チキン南蛮カレー食べてきた。あ、最高、さすが、チキン南蛮カレーいいね。うん、ずっと入れて、ありがとう。今日から冷や汁と鶏南蛮定食、仕事終わりが楽しみって、わー、ぜひ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 、感想を聞かせて、写真撮って送ってほしい。ツイッターとか載せて。とんかつパフェ食べる？ちょっと感想聞かせてよ。ちゃんと写真撮ってきてね。うん、鹿児島から時計回りに給食回っ、給食？大分帰る。めっちゃ面白い。九州の給食食べ行くってこと？楽しそう。本当に行ったら楽しそう。いろいろ行かん？愛媛と北
海道に行く。愛媛は何？坊ちゃん劇場のついで？いや、今担々麺、冷やし担々麺いいね。ニキア懐かしいよね。ニキアだっけこれ。ニキア懐かしいよね。久しぶりに来たわ。ニキア。ニキア。イケアとナイキ。今回初めてお話し会に参加しようかなと決めた。え、嬉しい。いつ来てくれる？いつ来てくれる？楽しみ。いっぱい喋ろう。嬉しすぎる。来てください、ぜひ皆さん。オンラインお話し会ね。そうだ、テロップに書こう。よし。はい。愛媛はとんかつパフェ、ついでにぼっちゃん、ついでとんかつパフェがメイン。おお、面白いねそれ。ずっとにきやもちょっと嬉しい。今回30日7月30日ってこと？おお、いいね。まあまあまだまだやけど楽しみ。今日はお休みなので来れてよかったです。嬉しい、ありがとう。ぜひ皆さん、あのオンラインお話し会再販受付中なので待ってます。うん、いいね。みんな旅行？うちも旅行行きたい。うちも旅行行きたいな。え、そう、エイトの日はね、今年はピューロランドなんです。サンリオピューロランドの東京の方ですよ。でもうん、そう、だだだだだだだ。そう、大分にもねハーモニーランドありますからね。そう、東京の方のサンリオピューロランドであります。東京よく行ってるやん。旅行じゃないやん。旅行に行きたいよ。旅行に行きたいね。ハンギョドン、確かにあるかもね。旅行やないわ。旅行に行きたいです。うちも旅行に行きたい。シュウスイさん、どうもって、どうも。ハンギョドン、ハンギョドン可愛いよね。確かにハンギョドンってさ、何のあれ、あれは何ですか、あれは怪獣、ナマズ、何モチーフ。可愛いキャラクターにいっぱいあるといいな。楽しみ。東京でもオフの時観光行ったらいいんや。あ、そういうことね。確かにね。あれちゃうよって、何何、ハンギョドンは何、怪獣とかナマズとかそういう系じゃない。30日って何があっという間、あっという間、ほんと？まだまだだよ。あと1ヶ月ぐらいある。え、8月彼女と名古屋旅行行ってきます。いいね、いいね。自分も可愛いキャラやん。イエイ。え、中国出身の
これなんて読めばいいと、そのまま読んでいいと思う。魚ってこと？魚か。まあでも魚っぽい。すごい、東京に仕事で一緒だとかっこいいやん。かっこいい。お疲れ様んごう。雨大丈夫でしたってありがとう。雨ね、やばかったよ。雨はやばかった。めちゃんこやばかった。めちゃんこやばかった。やばすぎたけど大丈夫ですよ。おはよう。山椒魚？あれで山椒魚って読むと？仕事で新幹線、確かにかっこいい。仕事で新幹線かっこいいね。かっこいいわ。確かに。夜行バスのチケットなくした？あ、よかったよかった。見つかった？昨日延岡で中継映った。え、うち延岡駅行ったよ、昨日。ありゃ？ありゃ？ありゃ？見えんやった？ちゃんとカメラの後ろに立って手振ったのに、みんなに向かって。あ、半魚丼の、半魚丼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 、どっち？半魚丼のモデル。山椒魚？え、山椒魚？山椒魚ってどんな魚？行っとらんやろって、行ったってば。あの後走って行ったもん。走って行ったって。サノも仕事で飛行機かっこいいやんって、めっちゃ芸能人っぽい。嬉しい。確かに仕事で飛行機。確かにかっこいいね、言われてみると。確かにかっこいい。雨です。騒いでるのに手振らんだよ。手振った。手振っちゃった。だってサロンファンがさ、見たいって言ってくれるから、手振っちゃったよね。雨で大変だったけど、手振っちゃった。オンライン話し会再販申し込んだね。そう、見た、嬉しい。そう、755見て嬉しかった。ありがとう。楽しみ。いつかな。どこの局よって、映っちゃったやろ全国区に。え、ハギョドの声優さん、バイキンマンと一緒。かわいいやん。手振るときは言ってくれんと。手振るって言ったやん、ショールームで。帽子と大きいサングラスして飛行機降りてほしい。めっちゃっぽいね、芸能人。来月、嬉しい。8月だ。待ってるね。嬉しい。最高。そう、めっちゃ嬉しい報告やったわ。皆さんもぜひ、まだ間に合うので。7部いつだろう。30日って言ったっけ。じゃあ7部と8部ってことか。30日は「お話し会」まだ申し込みできる。できる、できる、まだできるよ。まだね、再販中なので、まだまだできますよ。まだ OK できるよ。ちょっと待って、ちなみに、ちょっと待ってね。
昨日のねツイッターにね載せてるっちゃけど、あインスタのストーリーにもあげちゃっちゃけど、うん、まだいける、いけますよ。そうね、で8時再販やってるのでまだ大丈夫、間に合います。ぜひ皆さん、うん、そこから飛んだらジャンプしたらできるよね、みんなできるよね。ぜひぜひぜひ待ってます。みんなやり方教えてあげて、みんなやり方教えてあげて、これ元カレですのやつなので、元カレです、ぜひ皆さん、みんな教えてあげてください。そう、ややすごいややこしいのでね、YouTube を見てやり方を知った。おお、じゃあ YouTube、 YouTube、 あ YouTube、 AKB の YouTube、 皆さんやり方を教えてあげてください。すごいややこしいんですけどね。たった AKB の AKB の YouTube 見たらできるっぽい。ぜひ、うんうん、初めて自分で撮った時、チャンスの順番の時、チャンスの順番、いつかきっと来る、メンバー間違えてポチらないように気をつけましょう。本当に本当にそう、本当にそうだよ、間違えずにぬちゃんをポチってください。ぜひ、まゆゆさんいいね、懐かしいね、大島優子さんの握手会行ってみたかったな。絶対可愛いやろね。うんぜひ、あのツイッターの URL をはストーリーの URL からジャンプしてみてください。対面で知り合いと隣の連で行ったり、暇そうなメンバーのとこ押し無視で行ってた。楽しそう。ジャンプ力なさすぎて飛べる気がしない。おさっぴさん、指やろ、指やから大丈夫。なに、このさ、このさ、あれ気になる。あ、これってもしかしてファンレベルがあれっしょ？なんかさ、ファンの皆さんのコメントの斜め、左上、ふちゃんから言うと、みんなから言うと右上になるっちゃうか。
にさ、なんかこんなんマークない？ 1,2,3,4 五角形のなんかクマちゃんみたいな、それ何？五角形のやつ。え、違う違う、ずっと気になっちゃったっちけど、これ何？ずっと気になってたっちけど、改めてこれは何？なんかファンの方によってね、ついてる方ついちょらん方おるし、色も違うね。何ですかこれは？ファンレベル？これがファンレベルにあれ関係する？ファンレベル、すごい、みんなかっこいい、ありがとう。どんどんファンレベル上げていってください。ファンレベルって何まであるっちゃろうね。100ぐらい。タンタ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 ンタラララン、これコメントしたら上がるっちゃろうか。え、これさ、クマじゃないね、なんか。あ、クマちゃんか。クマちゃんが書いてある、これ。んね、かっこいいよね。かっこいい。めっちゃかっこいいですよ。クマかな、これは。クマちゃんっぽいね。やばい、頭から離れんくなった。何？昨日ドボンで下見空野さんと対戦しました。待って、誰？下見空野さんって誰ですか？パクったの、なんちゃんの名前。7月30日の7分に2枠申し込んでみました。嬉しい、アッキーさん、ぜひ来てください。はじめましてかな、ね、はじめましてじゃない？嬉しい。みんな、はじめましての時、はじめましてですって言ってね。ショールームではなんていう名前ですって言ってくれたらわかります。嬉しい。サーノのサブアカウントあるわけないじゃないですか。下見空のなんてふーちゃん思いつきません。上に空のです。下見空野さん誰やろ、この中にいたりして。たまにいますよね、面白い名前の方。お疲れ様、マンゴー噛んじゃった。初めてよね、楽しみ、ありがとう。初めて。7月30って言ったよね。楽しみにしてます。かわいいモンキーキーのスタンプが来た。宮崎代表の2人と話したことあるんやなって、すごいすごい。でもそれ言ったらさ、いろんな県の方おるじゃない？違う？え、右みそらのさん、左みそらのさん、ちょっと読みづらくない？めっちゃ読みづらいよ。しかもなんかいなさそう。めっちゃ珍しい名前に見えるね。すごい、なんかめっちゃ変わってる。ほぼそらちゃんと一緒なのに、なんか上を右と左にするだけ全然雰囲気違うね。
こんにちは。お疲れ様んごーん。ねえ、なんだっけ。じゃあ全然さ、どこで言ったか覚えてないっちゃうけど、青じんたんがね、腕にできちゃって、なんか触れると痛い、なんか青い。じゃあ下見サラノやろうかなって、ぜひ当ててください。昨日ハンバーグ作ったんやけど、下味にマキシマム入れたらめっちゃ美味しかった。え、嬉しい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 。マキシマムいろんな使い方できるからね。ほんとマキシマムね、お肉にふりかけて焼いても美味しいし、うん、下味とかにも使える。ちょっとカレーっぽいよね。お家でもありますよ、使ってますよく。マミが痛いのに覚えちゃうとってそう、痛いのに覚えてない。なんかちょっとこうやって触ったら痛い、もう痛い、全然覚えちゃう。そういえばさ、の台風大丈夫やつの雨でめっちゃすごかったんですけど、めっちゃやばかったけど大丈夫です。さあ無事です。え、普通に痛い。でも何もせんかったら痛くないけど、でもね、青いんですよ明らかに。みーちゃん青じんたんしてもね、わかんない。なんかね、あ、でも一昨日ぐらいになんか打って、あーこれ絶対できるわと思った場所かな、多分。わからん、よくあるそういうこと。うん、今までお肉に振りかけてきたんやけど、下味に使ってもめっちゃいい感じやったって。これからも、これからめっちゃ減るって。ああ、いっぱい使って減らして、また使おう。サーのあっちこっちにそうよくぶつけるんですよ、青じんたん。青じんたんはね、知らんうちに増えてますよ。え、これどこで打ったっけってなる。その時は一瞬痛くて、あーこれはもう青じんたんやって思って、もう次の日ぐらいには打ったこと忘れてるので。はい、え、これ何の青じんたんってなるね。みんなめっちゃ聞いてほしい。じゃあやっぱね、手が焦げてるわ、やっぱ焦げてる。なんでそんなぶつけると、ぶつけるがぶつけるんです。はい、そう、なんでかは分かんない。車でも飛んできた。あと違うよ、普通にお家の中で。大型の特徴？台風のこと？いや違うね、大型。あ、じゃあ大型じゃないよ。アッキーさんありがとう。心配するから怪我しないように。もう青じんたんになっちゃった。何も飛んできてないですよ。京セラドーム？いいね。 AB 型ピンポン。みーちゃんは AB 型です、覚えてください。そう、 AB 型みーちゃん。家の中でしょっちゅう転んでそう。待って、
転びはしません。転びそうになるだけ。ぽい？なんでぽい？嘘、どの辺がぽい？ AB 型っぽいですか？え、言われたことない。じゃあ A 型っぽいって言われる、よく。 A 型って言われます。違いますってなるよね。違うよってなる。知らない間にあざができちゃうの？大型の特徴。そうやっちゃう。小指タンスにぶつけてめっちゃ痛がってるサラの想像できる。待って、それよくあるわ。角にぶつけて。絵はちゃうやろ。絵ってよく言われる。絵ってよく言われる。しっかり者なのかな。ふわふわしてそう。AB 型ですか？ AB 型どういう、 F ちゃん AB 型に見える？みんなどういうイメージ？みんなどういうイメージ？ F ちゃん A ではないね、きっぱり言うやんでもね、 A 型っぽいってよく言われる。よく言われるんです。しかも、はい。A しか言われたことない、ふちゃん。A 型やろ。しか言われたことない。他の血液型も言われたことないわ。B とか。O とか。さあ、実は O 型説。ほんと？ O 型かな？ AB のイメージ。ほんと？ A っぽく見える O 型。A っぽく見える O 型。O 型じゃないです。何型に見える？どういうふうに本社のこと皆さん思ってるんですか？聞きたいですね。気になりますね。A って言われる。そう、俺と同じようには見え。A 型秀人さん。うん、ちゃんは違うんです。私はどういう風に見えるんですか、皆さんからして。 AB 型なのは知ってたけから普通に見たらそう思う感じという意味。なるほど。 A はない。なんで？どのあたりから絵はない、どのあたりから絵はないんですか。いやでもさ、絵っぽいってよく言われる。そんな風に見えてます。絵ではないっていう風に。さあの大型ってめっちゃ言われてそうと思った。なんで、なんで大型、なんで大型それ聞きたい、気になる。大型、どの辺が大型？どの辺ですか？思ってた血液型と違ったメンバーいたって。怖い。名前の雰囲気は大型っぽい。名前の雰囲気とかあると面白い。大型っぽい、なるほど。大型ってなんとなくほんわかしている人が言われてる気もするから。なるほど。ほんわかしてますか、はんちゃん。大型っぽい？違うんですよ。カナルカンのマスラ、それ待って。なんか飛んでない？
カノールカノフサーサラの口ぐるみサラのツイッターインスタグラムフォローミーテレマカシー。思ってたっていうか実は丸々型だったっていうのが分かったって感じ。そんなことあるっちゃ。最初に検査したやつと違ったってこと？それとも検査したことなくて検査したら丸々型だったってこと？ A より O っぽい。どのあたりが？待って、 O ってどういう感じなの？ずっと探しちょっけど、できん？できんってこと？待って、じゃあAKB の YouTube 見るとできるらしいよ。からそれ見てみて。うちは全員 O。 やっぱりみんな O っていう。なんで O やと？探してくるってありがとう。頑張ろう。頑張って。なんか多分オンラインお話し会の申し込み方みたいな動画があるんじゃないかな。多分。待って。調べてみよう。ありそう。確かに。大型はのんびりしているというか大雑把。S ちゃん大雑把じゃないもん。待って、 AKB48 オンラインお話し会。オンラインお話し会の申し込み方みたいな動画ないと？スマホがあれば誰でもできる。ほうほう。あ、なんか YouTube でさ、なんか紹介してくださってる方がおるね。キャラアニのホームページには行けてますかって。確かにそれ重要だね。それ重要ですね。キャラアニのホームページみんな教えてあげてください。確かにやり方難しいよね。で、次申し込みするボタンだっけ。で、なんか選びますよね。オンラインお話し会、オンライン。まずね、ふーちゃんのね URL から飛んだ方が早いかもしれん。早いよね、みんな。オンライン話し会の URL ジャンプして、抽選申し込みはこちらかな。そっからだね。そうですね。そう、キャラアニのふんちゃんがねツイッターに載せてるので、昨日その URL をから飛んでいただくとできますね。
皆さんぜひ助けてあげてください。で、上見さらのって選択してやっていただくとできるかと思われます。初めてだとまず登録からだって、登録かららしい。登録から、登録はどのページからいけるんですか？登録はどのページからいける？みんな、みーちゃんの URL からいける？登録、みんな優しい。あ、新規会員登録ってこと？それ？それかな。あ、そうだ、待って、カズ兄さんキラキラありがとう、アキさん短冊ありがとう、カラスのカーコさん短冊ありがとう、ピンクカミオさん短冊ありがとう、ヤス1983さんパフェありがとう、こんにちは。難しいよね。みんなありがとうございます。いつも難しいのに頑張ってくれて。わさぴさんキラキラありがとう。だだだ。みんなはもう慣れてきたかな。今日は運転免許更新してきました。すごい、お疲れ様です。じゃあなんか講習受けてきた？そっか、登録前からしてくれてたら。そうだよね、ありがとうございます。うんうん、だんだん、まなぶさんこんにちは。お昼食べて眠くなってきた。うん、お昼ご飯食べるとね、ご飯食べると眠くなる。みーちゃんわかる、その気持ち。DVD20 分ぐらい見ました。 DVD 何の DVD？ 何の DVD？ あ、免許更新ね。20分でできると？20分でできるっちゃね。なんかやっぱさ、夜って配信しますかって。今日多分夜配信すると思います。めっちゃ虫いるやんって。いや、一匹かな。でもね、いる気がするんですよ。なんか一匹おる気がする。いなくなった、おらんくなったゴールドなら30分で終わる。20分は何？
チパチ気になるから早く捕まえて。だってもうおらんちゃん、でもね潰せてないから、リエーノン、でもおらん、今おらん、逃げた。いなくなったというより空の手のひら、おらんとよ、そう、おらんおらんおらん、大丈夫、おらん、こないださお兄ちゃんとね、あのお寿司食べた時に、お兄ちゃんもふんちゃんと同じ AB 型なの。そう、 AB 型ってねめっちゃ刺されるっちゃわん、めっちゃカニに刺されるっちゃわ。そうだから、あのお兄ちゃんがめちゃくちゃ刺されちゃって、でふんちゃんはあの隠れちゃったから、足とか手も隠れちゃったから刺されんかっちゃけど、お兄ちゃんがもうね7箇所ぐらい刺されよって、 5から7ぐらい、5箇所ぐらいかな、刺されちゃって、ふんちゃんがめっちゃお兄歩きながらお兄ちゃんの叩いてました、お兄ちゃんを叩いてました、見つけてパチンパチンって、めっちゃ痛いって言われて、痛いけどありがとうみたいなそう、そう、そんなに刺される、そうよ、めっちゃ AB 型刺される。だからうちはもう半袖とかちょっと足出して歩いちゃったりしたらすぐ刺されちゃうから、夏とか特に AB 型めっちゃ刺されるんですよ本当に。だからめっちゃお兄ちゃんこの間叩きました、久しぶりに叩いた、久しぶりに叩いたってそういう意味じゃないよ、じゃなくてあの叩きました、そう、めっちゃ叩いた、めっちゃ痛いって言われたけどありがとうって、そう、刺されるよりマシだよね。同じエビ型なんですよ、そう、なんか確かに遠くから見たら変な人ですよね。お酒飲むと刺されやすいんだっけ、ええー、そうやっちゃう、え、やっとできた、嬉しい、さやのちゃんありがとう、頑張ってくれて、お兄ちゃん青じんだら、青じんたんだらけやんって、大丈夫大丈夫、叩いたくらいじゃなりませんよ。え、そんな刺されるの嫌やから A 型でよかったって、そんなこと言わんでよ、体温が高いと刺さりやすいんって、え、体温低いんですよ、だから低いと刺されやすいんじゃないかな。キャラアニに登録ができました、じゃあ次は抽選ボタンいっちゃいましょう、ぜひぜひ、そう、叩きました、なんかパチって、え、もうね、なんかお兄ちゃんの周りを蚊が回りよって、一匹、しかも一匹なの、そういうのって一匹がいっぱい刺すやん、で止まっちゃったからパシッって叩きました、足を、足と手をパシッパシッって叩いて、いたって言われたけど、まあ、しょうがないよねって感じです。そう、めっちゃ思いっきり叩いた、でめちゃんにはあの無事ここに蚊が眠ってましたね。でもね、血すちょらんかったからね、まだまだいろんな人を刺す予定やったんじゃないかな、あの蚊はきっと汗かいてたんじゃないって、えー、どうやろう、でも暑かったね確かに、あの日その子に叩かれてみたい、お兄ちゃんになってください、お兄ちゃんになったらあの AB 型なので
いっぱい刺されそうになってた時は叩いてあげますよ。刺されんように。無比とか使ってんのって。え、うちはね、無比使うんとよ。そうでも、そうちは無比使うんけど、家族は無比使いますね。うちは無比使うんから、無比なんか塗りません。無比ね、うん、嫌だ。なんかヒリヒリするし、香りも好きやない。できた、よかった、会えるね、嬉しい。そう、9月24日までいっぱい日程あるから、いっぱい遊び来て。汗かいちゃったら蚊が寄ってきやすい。でもね、汗かいちゃらんくても多分 AB 型には寄ってきますよ。美味しいんですかね、血が。すごくワクワク、嬉しい。うちもワクワク、うん、蚊は上下に飛ぶんだよって。ああ、だからか、ヒット確率がアップ。確かに、だから手回しもあちこち刺されるっちゃね。ボタン押すときドキドキしちゃったって。よかったね。それってさ、みんな、あの、なんだっけ、応募できましたみたいなさ、メール届く？届いたりする？それも教えてあげた方が良さそう。そういうのあるなら、そういうのでなんかちゃんとできてるか確認できるよね。届いたりする？ボタン押すとき緊張する。あ、応募完了メールが来るらしい。来てるかな、さやのんちゃん。応募完了メール、その後もね、いろいろね、難しいんですよね。あとお支払いとね、申し込んだ後メールが届きますって。優しい、みんな。そのオンライン話し会につながるまでも難しいっちゃろね。うん、みんな頑張ってくれて嬉しい。来てた、嬉しい、よかった。おしゃべりできるね。そうだよね、まずなんかやり方がね、わかんないよって方とかも多分多いよね。みんなはさ、蚊に刺されん？うちはよく刺されます。でも今年はまだ刺されちょらん。運がいい。当選したら決算なしでお金引き落としてほしい。ああ、確かに。お支払い忘れるってことね。確かに。なんか自分で決めれたらいいのにね。引き落としとか、なんか自分で購入とかね。あとはオンラインのアプリを入れんとらしいです。オンラインのアプリを入れた方がいいらしい。嬉しい。そう、毎日、最近毎日なんとなくやってます。なんとなくじゃないけど毎日。そう、抽選結果で注文数と取れた数が合わないと。ああ、そういうこと？アルコールを含んだ除菌シートでふきふきすると皮寄ってくる。ほんと？アルコール、なるほど。でも肌弱くなりそう。あー、金ちゃんだ、やっほー、やっほー。台風大丈夫だったかいって。台風ね、めっちゃやばかったけど、めっちゃやばかったけど大丈夫。ふんちゃん無事ありがとう。わんぱくじゃなくなった？まあ
刺されるかも。でもそのうち、足の裏臭い人刺される。え、そうやっちゃう。ちゃんの足の裏臭くないよ自分で言うのもあれだけど、全然大丈夫。長崎大丈夫だ、よかった。有給で休み。おお、いいね。うん、AB 型ね、絶対刺されやすいって。みんな AB 型、 AB 型の方おらん？ AB 型の方刺されやすいよね、絶対刺されやすいって。だってさっちゃんもお兄ちゃんも刺されますから、よく。 AB 型の方いませんか？え、B 型？ B 型？ B 型は刺されんの？そう、オンライン話会、そう、抽選あるんですよね。きっと血が美味しいんですよ。めちゃくちゃ刺される？え、B 型も刺される？なんてこった。 B も刺されるっちゃ。 A は刺されん？じゃあ B と AB が刺されるんかな。違う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 、私とお兄ちゃんが特に刺されるんです。え、 A 型の方は刺されん？あ、そういうことね。抽選得点がね。うん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 、なるほど。刺されやすい。待って、人によるっちゃおうか。これはみんな刺されちゃうね、これ。O 型も。え、オンライン会議中？嬉しい。みんな刺されおるやん。なんで？でも AB 型って刺されやすいって言うよ。言うよ。この前のオンライン1枚も当たらんかった。あ、当たりがね。得点ね。オンライン来て、金ちゃん。けんさん、短冊ありがとう。今年まだ刺されちゃう。うん、蚊取り線香か。あ、じゃあ蚊取り線香あんま好きじゃないな。年取ってから刺されなくなりましたって。え、AB型？そうよね、AB型よね。A ふーちゃんもさ、年取ったら刺されんくなるかな。うん、オンライン話し会待っちゃるね、みんな。次は絶対得点当てたい。本当だよ、わさっぴさん。いつになったら当たってくれるんだ。当ててね。え、当たる基準とかないっちゃろうかね。北斗のタカさん、かわいい、ありがとう。初見さんだ、ありがとうございます。嬉しい。写メ会とサイン会どっちも当たらんで、お話だけやったもんね。そう、本当ね、写メとサインどっちも当てて。若いと刺されやすい。ああ、あるちゃろうか。蚊に刺されやすい血液型は O 型だそうですよ。A、B 型、絶対 B 型。うん、当たりが少なすぎるってランちゃんが言ってた。確かに当たり少なすぎるよ。確かに確かに確かに。サイン会とか当たってる方少ない。なんか、当たっちゃらんとってなる。2つ、え、ね、2つ当たる人もおるよね。そうそうそう、サイン2つ当たって2回当たってる方とかもいるのに、全然当たってない方もいるんですよ。確かにお話に集中できるっていうのはあるよね。
飛んでる気がするやっぱり。なんかやっぱ飛んでる気がするわ。うん。なんか飛んでる気がする。なんか生えじゃないです。いなくなったと思ったっちゃけど、体温の高い人が蚊に刺されやすい。ありゃーん、ふーちゃん体温低いですけどね。なんででしょう。え、絶対 AB 型刺されやすいからちょっと調べる。 AB 型刺されやすい調べる。 AB 型刺されやすい。あ、刺されやすいってなんか変だね。カニ。これお支払いいつしたらええんかなって。会長欄メールに3位。待って、1位 O 型、2位 B 型、3位。そんなのある。当選メールに書いてるらしい。絶対刺されやすい。待って、店長も調べる。え、ほんとや。なんで一番刺されにくいのは A型らしいよ。嘘、絶対に嘘。 AB 型やろ、これは。なんで？AB 型刺されやすいっちゃけん。なんで？おかしいな。絶対に AB 型です。刺されやすいと調べる配信です。そう、刺されやすい。抽選は確かお話しかね、1週間前だって。5日前から当日は抽選できない。実験してみよう、してみようって。やっぱり上見家が刺されす。え、上見家ちなみに全員いるんですよ。全部全血液型いるんですけど、いるっちゃけど AB 型が一番刺されますね。白い服を着れば蚊が寄ってくる可能性は低下できる。黒い服着ちゃうと刺される。そういっちゃう。え、AB 型？え、刺されるよね、ニアさん。どう？え、マミーもでも刺されますよ。マミーも刺される。でもさ、確かにでも A 型は刺されちょらん気がするな。RH って何？プラスマイナス関係あるの？って。どういうこと？
ねえ、でもおじいちゃんとか、まあでもおじいちゃんおばあちゃんあんま刺されんか。6人兄弟、え、すごい、3人、3人、すごい、綺麗に分かれるね、それ。え、刺されるよね、ニアさん。めっちゃ刺されるよね。分かるわ。やっぱ、エギリ型が一番刺されるんですよ。でも、この血管にはなんか、O型が刺されやすいって書いておる。え、なんで？AB 型 AB 型よく刺される、なんやろね。服の色や血液型で変わるらしい。え、そうやっちゃう。ほんとか？お酒を飲んだ人。飲まんな。蚊に刺されやすい血液型。AB 型。さて、虫刺されと血液型の関係はどんなのだろう。とても刺されやすいと回答した人の血液型で比較してみると、 B 型 27%、 A 型 28%、 AB 型 29%、 O 型 46%。 すごっ、 46%。 マジからしい。足をかかないように運動を控えると刺されにくいです。面白い。共に A でも刺される。 A でも人によるってこと。確かにね、アンケートやもんね、これもね、一種の。そうね、蚊に刺されやすい血液型。さっきなんか調べようと思ったっちけど忘れちゃった。なんやったっけ。 AB 型、 AB 型、いや忘れた。確かに確かに。どうやっちゃうね。サーロン調べて。そう、サーロンの実験結果は AB 型なので、まあ AB 型が一番刺されるかなっていう結果になっておりますね。あ、確かに気にする気にせんもあるかもね。みちょんはめっちゃ気にするので。 AB 型本当にね、刺されるよ。めっちゃ刺されるんですよ。あ、なんかさ、さっきさ、そう、さっきなんかね出てきた AB 型のなんか、何やったっけ、 AB 型よく、待って待って待って、めっちゃ面白い。ちょっと待ってね。AB 型よく眠るって出てくる。めっちゃ面白い。朝起きられないランキング。そんなランキングあると。
1 AB 型めっちゃ面白いこれ。1 AB 型、2 B 型、3 A 型、4 O 型。そうやっちゃう。1位のね AB 型はねまさに空飲んじゃっためっちゃ面白い。 AB 型は現実に目覚めたくないだってめっちゃ面白い。執着心が薄く現実的なこと柄にあまり興味を持たない。AB 型は朝が来たからといって張り切って起きるタイプではありません。濁音に満ちた現実の世界に目覚めるよりいつまでも夢の国でまどろんで夢の国のでまどろんでいようとするのでしょう。また一説によると AB 型は気疲れしやすいため他の血液型よりも多く休息を必要とする体質なのだとか。そんなこんなで現代の眠り姫と言われる AB 型らしい。めっちゃ面白いめっちゃ面白いこれなんかわかるって本当確かになんかわかるよね。確かになんかわかる。そう嬉しい。ちゃんと見るの初めてって。そう、眠り姫って言われてるらしい現代のね。確かにわかるよねこれ。確かにわかるわ。あーちゃんもなんか現実的な事柄にあまり興味がないみたいなさ。わかる。なんかずっと夢の国にいたいみたいなね。わかる。めっちゃわかるこれ。当たってるこれ。あ、だからそう、毎日、ほぼ毎日最近。いや、毎日じゃないけど、たまに。お昼寝が必要なんですね。確かに。眠り姫。らしいです。2位、B 型。眠気。世間の白い目。だって、めっちゃ面白い。もっと現実にも興味持とうって。確かに。確かに。確かに気づかれしやすい。確かに確かに。確かに。そうよ。現実を見たくない。あ、そうかもしれない。じゃあ B 型いきますよ。自分の欲求に正直な B 型は寝ていたいという睡眠欲求が世間の常識に打ち勝つ形で朝寝を決め込むタイプです。眠いものは仕方ないねと本心から思っているので寝坊による遅刻を上司や恋人から咎められても反省することはありません反省しないらしい。しつこく非難されるとうるさいなと逆ギレする始末です。その一方で心待ちにしているイベントなどの当日には誰よりも早起きする B 型なのですらしい。当たっちゃう？どう？ B 型の皆さん当たってますか？めっちゃ面白い。あー、なるほど。そうやっちゃう。反省線らしい。 B 型性格悪いね。 B 型性格悪そうめっちゃ面白い。では続いて3位の A 型。 A 型は社会人ですからだって。責任感が強く社会性が発達している A 型は起きられそうにない体調の時でも無理して起きる。けなげなタイプです深夜3時に寝て朝5時起きという超人的なスケジュールもそれが仕事のためであればきっちりこなします。心身の健康状態が本気で心配されるレベルです。平日に疲れをためているので休みの
休みの朝は起きません。特に用事がない日であれば夕方過ぎまでコンコンと眠り続けるでしょう。いいらしい。どう？責任感が強い。まさに私。おお。しつこくされたら誰でも逆ギレするやろ。確かに。面白い。どう？ A 型当たっちゃう？うちの父すごい責任感ある。すご。当たり？本当？すごいね。情報型。本能的に目覚める。すご。すごいね。起きられないランキング4位やから、O 型よく起きれるってことよ。すべての血液型の起源である O 型は原始的な力強さに満ちていて、野生の勘が発達しているタイプ。カーテンを開き、カーテンを引いた真っ暗な部屋の中でも朝が来れば起きる時間だとピンときて、いそいそと起き出すぐらい朝飯前です。まさに本能的に目が覚めるため、目覚まし時計が無用と。本当にすご、無用らしい。そんな大型は朝寝をしない分、ランチの後にはお昼寝をしやすいのです。最近は光や、これ誰かの意見、これ。もしかして最近は光や電気ショックで起こしてくれる目覚ましもあったりして、絶対に遅刻できない朝をサポートしてくれます。遅刻できない朝をサポートしてくれます。ただ、自分自身起きる気がないと、どんな目覚ましを使っても無意味なのは言うまでもありません。誰？すごいね。わかるかも。らしい。本能的に起きる。本当？すご。なんか B 型だけひどくない？なんか確かにひどい。AB 型めっちゃ面白い。AB 型で疲れやすいと感じている本人の方へ。何？何？ AB 型はよく見ていると疲れやすいと感じる方、もしくは AB 型本人であり、とても疲れやすいことについて悩んでいる方に向けて、今回はその時の対処法。なるほどね。疲れやすいと感じている原因。すご。子供おるからミルクの時間で起きる。すごすぎるママやわ。AB 型でまずは疲れやすいと感じているものは、性格的なものに容易します。そういうのも AB 型というのは、そもそもにおいて何でも考える癖があります。うわー、わかるー。それがポジティブな出来事であろうと、ネガティブなこと、出来事であろうとです。そして脳を他の血液型よりも無駄に使っている傾向があります。まずはこう書かれてそうなんだと思うことが大事です。しかしながら、この疲れやすい性格的なものは、実はうまくそのままでは直すことができません。人に悩みを打ち明けても考えすぎと言われたり、むしろなんでそんなことを真剣に考えてるのかと聞かれたり、ますます自分がおかしい人間なのではないかと AB 型の方は思ったかもしれません。実際にその疲れやすい環境がどうしていいのかということについて書いてみたいと思います。AB 型は人より寝不足に弱いし疲れやすいらしい。とにかく寝ることを意識しましょう。だって、とにかく寝た方がいいらしい。目覚ましかけたことない。すご。
え、疲れやすいよね、エビ型。わかる？え、めっちゃわかる、この文章。え、考えすぎって言われるよね。わかるわかる。うちも言われるよ、く。なるほど。へえ。脳を良くも悪くもいろいろな方向に使ってるらしい。すぐに脳は休息が必要なサインを出し、眠いと思ったり寝不足に感じるようになります。え、わかる。なるほどね。え、確かに、わかるわ、わかるわかるわかる。え、めっちゃわかる、これ。自分が動かない限り改善することはないらしい。何それ、怖。AB 型他になんかないと。めっちゃ面白い、これ。めっちゃ面白いね。ほー、面白いわ。寝る子は育てたことで、 AB 型の方はお疲れらしいので、たくさん寝てください。 AB 型の方は休めるときにいっぱい寝るのがいいらしいので、たくさん寝てください。いっぱい寝るしかないらしいです。しかもなんか自分が動かんと治らんらしい。いや、治すも治さんもさ、まずもう AB 型だからしょうがないよ。確かに、でもさ、めっちゃわかるよね。考えすぎるよね。おみじゅにも言われる。え、そんなこと考えるととか言われますよ。とりあえず寝ましょう。寝るための言い訳にしてるやんって。いやいやいや、本当に。でも AB 型そう思う、みんなそうね、思うよね。みんなそうらしいので寝てください。え、O 型が一番起きてるって、すごいね、すごいね。え、でも AB 型目覚めいいよね。 AB 型目覚めいいと思ったけど、でも眠り姫らしい。よく寝るランキング1位、ありがとうございます。7時間寝たら自然に起きる。え、その時点で違うわ。ふーちゃん、目覚ましかけんやったら9時間で起きます。え、みんなさ、目覚ましかけんやったら何時間で起きる？自然に。ふーちゃん9時間で起きるよ。9時間経ったら起きます、大体。その時点で大型はすごいね。2時間差があるわ。そう、眠り姫、眠り姫。みんな目覚ましかけんやったら何時間で起きます？旦那さんがかけてる目覚ましが鳴る前に起きる。すごっ、優秀。何時に寝ても7時頃に起きる。え、すごっ、それすごいね。え、それ6時に寝ても？何時に寝ても？え、待って待って待って。はあ、捕まえた、嬉しい。捕まえた。5時間、6時間。なるほど。え、おめでとうって、ありがとう、みんなが。極端。やっと捕獲。さあの、捕獲したぜ。てってれーん。
捕獲した。捕獲しました。この手で。この手によって捕獲しました。でも飼えなかった。いや、蚊かな、これは。わかるの。なんか黒いの。捕獲。捕獲したぜ。うん、快適。快適。取ったどー。完全に油断したね、本当に。よかった、よかった。捕獲したんだ。ふんちゃん捕獲した。やったぜ。タタタンタン。今でも眠い。おお、確かによく眠くなる。すぐに新たな敵が現れるんで、ないないない、大丈夫大丈夫。ない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 。オスのクワ刺さんの。じゃあメス？捕獲した。G は絶対やだ。絶対やだ。絶対にやだ。叫ぶわ、それは。その時はきっと叫びます。叫びます。眠たくなったらエナジードリンクばかり飲んでしまう。大変。前足が長いのがオスで、後ろ足が長いのがメスです。詳しい。カニそんなさ、あのちっちゃい体でさ、そんなわかる？すごいね。箱の中はなんだろうな、もう本当にあれ怖い、本当に怖い、あれ怖い、もう怖い怖い怖い、今考えただけでゾッとした。ジー怖いけど倒せるってすごい。呼ぶわ、サイノンちゃん飛んできて。ディ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 、この中身はね、怖い、あれは。血液型について調べるの楽しいね。楽しいね。でもめっちゃよく調べるかも、割と。見分け方、色の薄いかが薄い。濃いも薄いもあったっけ。全部黒やない。こんにちは。また血液型についてなんか議論しよう、みんな。またよし、じゃあランキング読むか、そろそろ。座れてる時に叩くと痒くなる。なのあれちゃう。吸ってる時は叩いたらあかんって言うねんって。いや叩くやろ、だってさ、もう吸われたらさ痒くなるやん、その後。叩いちゃうよね、いつでも。いつ吸っちゃうか分からん、まず。じゃあランキング読みますね。トカチンさん、拍手とハート、短冊ありがとう。よし、じゃあランキング読んでいきたいと思います。
13位フォークアットマーク香港チームメイトと16期箱石さんありがとう。12位 YS64 さんありがとう、初めて読んだかも。11位キャベツの炒めさんありがとう。10位ムムさんありがとう。9位トカチンさんありがとう。8位コイチさんありがとう。7位スヌポンさんありがとう。6位エレメンツさんありがとう。カズ兄さんあと10日ってね、そうあと10日って、そう早くない？マイバースデーまでありがとう。4位ヒデトさんありがとう。3位カラスのカーコさんありがとう。そして2位はヤス1983さんありがとう。そして1位はわさっぴさんでした、ありがとう。はい、ありがとうございます。え、本当のカウントダウン始まっちゃった、早い早い、寂しい。はい、じゃあ皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それではいきますよ、せーの、そらのんじゃんけんじゃんけん、はい、チョキ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 、今日も見てくださってありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。